はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、いろいろな観葉植物ということで、今日は猫ちゃんに危ない観葉植物を紹介させていただきます。はい、ということでね、今日は猫ちゃん会なんですけれども、まずは猫に有害って言われている観葉植物の中で、我が家にある種類、あとはまあない種類もね、一応結構やばいのがありますので、その辺紹介させていただこうかなと思います。で、そういうのやるときって基本的にはやばい植物と大丈夫な植物も紹介すると思うんですけど、僕は大丈夫なやつはあえて紹介しないです。その辺の理由は後でお話しさせていただきます。で、その話が終わりましたら、前からリクエストが多かった、おりちゃんの特集というかね、生い立ち的なものを紹介させていただこうかなと思います。興味がある方はぜひ最後までご覧になってみてください。ダメな植物って言ってもダメな植物ものすごい数あるんで、まあなのでちょっと数絞ってお話しさせていただこうかなと思います。で、一つ目こちら、里芋科です。はい、まあこれはポトスっていう植物ですね。皆さんのお家にもあるかもしれないですし、よく見かける観葉植物ですよね。まあ人気も高くて、初心者向けなんていう風にね言われてたりもするので、割といろんなご自宅にもある、観葉植物なんですけど、これは猫ちゃんとかには有害です。猫に限らず犬とかもね、食べない方がいいと思いますけど、まあポトスっていうよりは里芋科全般に注意を払っておいた方がいいです。まあポトス以外にもいろんな植物ありますので、自分の育ててる植物ネットで検索してみてください。名前を入れて、そうするとホニャララ科っていうのが出てるんで、里芋科になっていたら注意するといいと思います。ちなみに我が家は里芋科とっても多いです。はい、二つ目こちら、ドラセナです。ドラセナも、有毒っていう風に言われてます。で、すごく丈夫で育てやすい種類も多いので、なんか植物育てたいなっていう風になった時も結構おすすめされます。で、まあ猫ちゃんね、お家にいる方はわかると思うんですけど、猫草しかり、こういうちょっとね、刃先の尖ってるものって猫好きなんですよ。まあドラセナの場合ちょっとね、幅広いかなっていう気もしますけど、結構この尖ってるのは猫の興味を引きつける性質があるものなので、気をつけてください。うちの檻はね、あんまりドラセナ見向きしないですけど、面白がる子はいると思います。結構やばい症状が出るなんていう風に言われてますので、これは本当にしっかり注意してあげてください。はい、3つ目こちらです。ヘデラ、アイビーとも呼ばれてます。これなんかはよくね、トイレとか、あと流し台のところとかで育ててる方もいるんじゃないかなと思います。まあ色合いとかもすごく綺麗な植物なので、お部屋を彩ってくれるのにすごく役立ってくれる、とっても人気の観葉植物です。で、これもね、猫ちゃんが食べると結構やばい症状が出るっていう風に言われていますので、気をつけてください。まあ刃先ね、尖ってるのもあれば尖ってないのもありますけど、なんかこういじった時にプル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 動きますよね。こういうのは猫好きそうな感じ。はい、4つ目、ユーフォルビア。まあ最近開墾植物ブームだとかもあって、ユーフォルビアお家に置いてるよっていう方もいると思うんですけど、ユーフォルビアの仲間は猫に害があります。多肉質なやつはね、どうなのかな、害があるのは害があるんですけど、そんなに猫も気示さないような気はするんですけどね。もしガジガジガジって噛もうとしてるのいたら、気をつけてください。まあいたらっていうか、ね、させないように気をつけた方がいいですね。今の時期はあんまり心配ないですけど、ポインセチアとか冬になったらお店に並ぶと思います。あれもユーフォルビアの仲間です。白い樹液が出るタイプの植物は基本的にはやばいと思った方がいいです。あと最後はユリ科の植物に気をつけてください。あれは花粉とかもダメです。だから花束とかにも入ってますけど、もしお家に持ってきた場合はまあちゃんと花粉もね、取ってあげて、花粉面白がって食べたりとかしてたら本当大変なことになるんで、お花とかにも近づけないように気をつけてください。一昔前まではこれオリズル蘭、これがユリ科っていう風に言われてたんですけど、一応今は分類変わってます。これ今キジ隠し科っていうものになっているんで、
昔は有毒だって言われてたんですけど、今は無毒っていう風になってます。まあ何回もお伝えしますけど、ね、この刃先のね尖ってるのが猫草っぽいのか猫ちゃん好きなんですよ。まあ無毒になったからといってね食べさせない方がいいとは僕は思ってますけど、まあ食べさせてる方もねいるみたいではあるんですけどね、どうなのかな。まあそこはねそのお家の判断になりますけど、僕はなるべくもう手の届かないところに置いてます。はい、まあこんな感じで割とキリの良さそうな数5つ紹介させていただきました。まあ冒頭にもお伝えしましたけれども、これ以外にもいろんな観葉植物有毒だったりしますので、まあ心配な方はネットで調べたらねいろんなの出てきますので、まあそういうのを見てから購入するといいと思いますって言いたいところなんですけど、基本的に観葉植物を猫に食べさせない方がいいです。まあネットとか見てると猫に大丈夫な観葉植物っていうのがあるっていうふうに一応言われていて、まあ例えばこれ胡蝶蘭、ね、胡蝶蘭なんかは有毒なものはないですよっていうふうに言われてます。でもね猫例えば興味持ってこうガシ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 やろうとしてても、まあ無毒だから大丈夫だみたいなふうには思わない方が僕はいいと思います。なんでかっていうと、まあさっきのこの折り鶴蘭の件でもそうなんですけど、これってもともと有毒っていうふうに言われている分類、ユリ科からキジ隠し科になったんですけど、これ逆もまたしかりなんですよ。今まで無毒に分類されてたものが有毒の植物に分類され直すことっていうのもあるんですよ。あと害のある成分とかそういうものも今までの知見だとか知識に基づいた上で、まあこれは大丈夫っていうふうに今言われてますけど、この先将来的にはひょっとしたら、いやこれ体に蓄積されてやっぱダメだぞとか、そういうふうになる可能性もあるんですよね。あくまで大丈夫っていうのは今現時点での話であって、将来も保証されてるっていうわけではないので、僕は観葉植物系はとにかく猫の手の届くところには置かない方がいいと思います。なので僕ん家の場合とかだったらメタルラックの上とかに置いて、後ろにねなんかこうやってずらっとありますけど、猫ちゃんの手の届かない棚の上とかに置いて隔離するようにしてます。あと昔はものすごいガサいですけど、段ボール立てて囲ってたりとかね、そんなこともしてました。ジメジメ系熱帯植物みたいに水槽の中で育てられる子とかもいるんですよ。そういう小スペースで水槽で育てられるような植物を扱うっていうのも一つの方法かなと思います。来る？見る？うん。でちょっとね恐ろしい話なんかもさせていただくと、こちらガジュマルです。これ以前丸坊主にしたガジュマルね、ほらちゃんとアフロっていうかね、ここに葉っぱ固まった状態で復活してますよね。はい、丸坊主にするっていうのは形整える上で、ぴったりな方法です。で今回はそんな話ではなくてネットで猫に大丈夫な植物で調べるとガジュマルって出てくるんですよ。でもさっき僕は白い樹液が出る植物は基本的に有害ですよってお話しさせていただきました。ガジュマルじゃあなんで大丈夫なのって疑問に思う方多いですよね。ほんといろんなネットの記事とか、あとは有名な YouTuber さんとかもガジュマル大丈夫ですよってお話しされているんですけど、そういうのってコピペなんですよ。だからどっか一箇所がそれらしい感じで大丈夫って言っていると、みんなそれ真似して書くんで、そこの情報が間違ってたらもう終わりなんですよね。でどこかは言わないですけど、実際ガジュマル大丈夫って言われてるサイトで海外の情報を元にしてお話ししてますみたいな感じで書いてあるところあったんで見ましたけど、その元の情報を僕が見た時はガジュマル大丈夫なんて書いてなかったですね。ピカスミクロカルパ自体がリストの中から見つけられなかったですし、ページ内検索でねやっただけなんで、まあどうなのかわかんないですけど見つけられなかったし、フィカスがまあ3箇所ぐらいワード出てきましたけど、3箇所とも有害で出てきました。フィカスベンジャミーナとかフィカス SP ですね。
で、他の海外サイトとか見ても、ガジュマル自体は特に出てこないんですけど、フィカス全般みたいな形で、軽度から中度の有毒っていう風に出てきます。だからひょっとするとガジュマル大丈夫って最初に言い出した人の、そのデータを取った時には、ガジュマルは無害な植物っていう風になっていたのかもしれないですし、僕が単純に調べる能力が低すぎて、見つけられなかっただけかもしれないんですけど、もしネットで大丈夫っていう植物を参考にしたいなっていう時は、ちゃんとその根拠になっているデータっていうのは自分の目で確認した方がいいと思います。まあ、少なくとも僕はガジュマル大丈夫っていう情報は、その元にしたデータっていうものからは見つけることはできなかったんで、大丈夫な植物だとは思えないです。剪定した時とかに出る白い樹液が皮膚についたらかぶれるので気をつけてくださいって言われてるものが、口の中に入れて大丈夫っていう話にはならないですよ。まあ、なのでこの動画を見た方は、猫ちゃんに大丈夫な植物を置くって考えるよりは、猫ちゃんがいたずらしないような環境を作る、工夫をする、そういうのを、力を入れてあげた方がいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあうちの娘ちゃんのお話でもねしようかなと思うんですけど、いざね話すってなると何話そうか困っちゃいますね。よくねオリはシャム猫ですかとかって聞かれること多いんですけど、実際のところで言うと保護猫なんですよ、オリ姫ちゃんは。まあ、どういう経緯で外にいた子かっていうのはわからないんで、ね、純血のシャム猫なのか、他の猫の血が混ざっているシャム猫柄の子なのかっていうのは正直わからないです。まあ、柄はね完全にシャム猫かなとは思いますけど、でオリを見つけた経緯なんですけれども、僕が保護した子なんですよ、オリって。あれはですね、2020年の7月7日、ちょうど3年前ですね。その日はね、すっごい雨も強くて、夕方のもう道路も混雑してる時だったんですけど、で、まあ、車を僕運転していて、で、右折しようと思って、道路の中央分離帯の方に寄って行ったんですよね。で、そしたらその中央分離帯のこの縁石の横のところ、そこに、毛玉が落ちてたんですよ。で、最初僕はね、なんでそう思ったか、もう今でも不思議ですけど、サイズ感的に、モルモットが落ちてる、捨てられてるって思ったんですよね。そのぐらいもうこんなちっちゃかったから。まあ、それで、あ、これは大変だっていうことで、まあ、一旦ね、対向車の方に連れて、車止めて、雨も降ってる中、傘持ってなかったんで、傘ささないでね、道路の中央分離帯の、ところを、帰宅ラッシュの車に見つめられながら、探してたんですよ。べしょべしょになりながらね。で、そうしたら、まあ、見つけて、で、あ、猫だ。で、まあ、道路だから、あ、これも離られてんのかなと思ってみたら、お腹がスーッと膨らんだんで、あ、まだ生きてる。っていうふうに思って、まあ、急いで、捕まえて、ね、あんまり優しい顔で逃げられちゃったら大変だから、もうガッと行きましたけど、まあ、多分、まあ、寒かったのか怖かったのかな。うん、もう捕まえた時はもうびっくりして固まってましたけど、車に戻った、瞬間、わーっと逃げてきましたね、車の中でね。はい。で、その、急いでね、動物病院行ったんですけど、そのね、動物病院もまた感じ悪くて、見てって言うんだったら見ますけど、それどうするんですかみたいな。すっごいね、嫌な顔して、何こいつと思ったんですけど、もう、ね、下手に出るしかないんで、いや、買いますけど、つって。あ、一応名前とかどうしますか、カルテに書かないとダメなんで、みたいな感じで言われたんで、で、拾った日にちも日にちでしたし、女の子ですっていう話だったんで、名前どうしようかなっていうのは、もうあらかじめ決めていて、それで名前が7月7日にちなんで、オリ姫っていう風になりました。で、まあ最初ね、ちょっとかわいそうだったんですけど、もう元々うち生き物も結構いますので、だからなんかそういう病気がうつっちゃったら大変だっていうことで、帰りに猫用の2階建てのね、ケージ買って帰ったんですけど、それを物置に立ててそう、物置っていうのは物置部屋ね、物置部屋に作って、もう汚くてね、散らかってるんですけど、まあ、こんな感じですねそうそうそう、最初こんなね感じでちっちゃかったんですよ。
それでね、オリとの生活が始まって、まあ最初からご飯もね、しっかり食べたし、あとトイレとかもね、ちゃんとできたので、あんまり心配することはなかったんですけど、まあ、結構夜泣きがひどくてね、でなんでこんな泣くのかなと思って、試しに、僕も物置部屋に布団敷いて寝るようにしたら、泣き止んで、で、そっからこう出して一緒に寝るようになって。まあ、ちっちゃいからね、僕も神経張ってるから全然寝れないんですけど、そういうことがね、あったんですよね。こうやってね、なぜた時とかもね、ゴロ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 いきなり言い出して、え、これどういうことなんだろうと思ってね、最初調べたりとかして、ほんとね、何もわかんなかった時から始まったんですよ。夜中に入ったと思ったら、なんか石食べちゃってたみたいで、これは大変だって言って、もう夜中の緊急病院に1時間ぐらい車運転して駆け込んで、石入っちゃいました。入ってるんだったら大丈夫だと思いますけど、心配で寝れないんでレントゲン撮ってくださいって言ってレントゲン撮ってもらったら何も入ってなかったとかね。はい。今はオリってほんとね、あんまりいたずらとかもしないんですけど、昔はね、ちょこちょこ拾い食いとかしていたずらしてたんですよ。まあでもだんだんね、分かってきて、僕もね、ダメだよって言いますからね、いたずらしてたら。まあそんな風にね、いろんなことを経験しながら、だんだん信頼関係が築けてきて、今に至るっていう感じですね。うん、でもなんかね、寂しがり屋とか甘えん坊っていうのは本当うちに来た時からそうだったかもしれないですね。多分ずっとその夜泣きひどかったとかっていうのも寂しかったんだと思う。まあそんな感じです。普段ね、植物系のチャンネルの話しかしないから、あんまりこういう話するの得意じゃないんで。はい。まあ、少しでもね、オリのこと知っていただけたらいいかなと思います。はい。ということで今日は猫ちゃんに危険な観葉植物の紹介と、オリちゃんのお話を少しさせていただきました。もしご自宅で猫ちゃん飼ってますよっていう方いらっしゃいましたら、参考になるところがあれば嬉しいなと思います。今後もいろいろな園芸の情報を発信していきますので、面白いな、役に立ったなっていう方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。